ドコモプレゼンツグッドポイントグッドライフ。値上げラッシュの今だからこそ、お買い物や支払いでもらえるポイントの活用術を学んでいこうをテーマにお送りしているこのコーナー。さあ今日も一緒に進行していただくのはファイナンシャルプランナー社会保険労務士の川辺紀子さんです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、夏になりますとね、どん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 お財布の紐も緩くなってきがちですからはい、はい、そのためにもいろんな活用術を学んでいかなければと思うんですけれども、はい、先週の放送では自分が払っている、携帯電話料金ですとか、うん、公共料金の中身をちょっとしっかり理解してますかというような話題をしました。はい、で、まあ本当に明細とかあと、うん、スマホで使っている履歴とかもいろいろ調べてみたんですけど、うんはい、調べてまとめるのがね、うん、ちょっと大変でした。そっかそっか、はい、まあ、でもねまとめるというか、うちさん、はい、スマホでいろいろ調べただけすごくねいいと思うんですよ。はい、紙で まとめようとする人いますからまだね。いや私もだけど、スマホに書いてあるものを一回紙に起こして、はい、うん、で紙で家計簿、うんうん、スマホにも家計簿入ってるんですけど、はい、いまいちちょっと使い方よく分かってない。そっかそっかそれはね、せっかくのスマホなんでね、もうちょっと活用していただいて、はい、本当に今やスマホって一つのスマホの中にお財布と通帳と明細と全部入っているものなんで、はいはいはい、とにかくね、履歴といえばもうスマホですよ。スマホといえば履歴って言っていいぐらい。はい、そうなんですよ。確かに、うん、だから変な話ですけど、はい、ほんとスマホだけで現代は完結できるっていうか、はい、まあ、何かを買うときにお財布ももちろんいらないし、うん、はい、で家計簿みたいなものもスマホの中にあるし、うん、はいはい、データとしても今まで例えば、何かで、アプリで買ったとしてもそれ全部データとして残ってますもんね、うんうんうん、そうなんですよ、はい、よくねメモしようとか家計簿をつけようとか思うんですけど、思いがちなんですけれども、はい、でも遅れてつける家計簿よりもね早く履歴出てますから、うん、そっちの方がね、はい、いいかもしれません。それをだから素早く見れるような、うん、はい、ことにしといておく方が、うん、ちゃんと自分の財布の中身が分かってるって思えるってことでしょうかね。そうなんです。もうアプリまとめてありますもん、うん、お金関係みたいな、はい、うん、はい、そんな風にしておいたらすぐ見れるし早いし、そうそうそう、ポイントも見れるんですよ。ポイントの履歴も、いやそうですよ、ね、共通ポイントのね履歴も見れるし、あどこで買ったんだなとかいつ行ったんだなとか、うん、それも便利だと思いますけどね、はい、だから例えば僕の使ってるアプリで言いますと、はい、今例えばその、うん、ポイントで使った残高みたいのを見れば、はい、何日にどれだけ使ったかって、はい、全部、はい、一括で分かるんですよね。そうなんですよ。ただ、はい、ちょっと面倒くさいのが、うん、いろんなアプリも使ってたりするので、うん、それを一回家計簿にまとめたいんですよ。そうかそしたらやっぱり家計簿アプリですね。家計簿アプリです。そうですね、うん、だからその家計簿アプリにだけど移そうと思うと、うん、一回一回アプリを閉じなきゃいけないので、うん、で一回紙に起こしといて全体まとめて それを書き写すってわけわかんないことです。そっか、連携でできそうですけどね。それね、だから連携でできるんですよね。できます、できます。そうですよね、はい、そのやり方を知ってないってだけですよ、ね、そっか、連携しましょう、連携しましょう、はい、ポイントも全部、通帳もクレジットカードも、うん、全部連携できますからね。ですね、はい、はい、だからその連携するという技もちゃんと覚えておかなきゃいけないってことですよね。せっかくスマホを使うんであればね。そうですね、はい、通帳も今紙じゃないですしね。川辺さんも一目瞭然な感じですか、中身は。はい、ただ別にスマホアプリで家計簿も使ってますけど、それぞれ見ても数を絞っていれば、はい、そんなに困んないですけどね。ですか、うん、はい、はい、なんだろう、なんで俺はちゃんと把握できないんだろう。グッチさん、ちょっとあさってのイベントで見せてくださいよそれ一回川辺さんにこれちょっと、うん、あさってにイベントありますけど、はい、川辺さんにスマホごと見せた方がいいかもしれない、ね、うん、ちょっと気になりますね。どうやって使ってるかって、ね、うん、なぜ紙が登場するのかがわからないですよ。なるほど、うん、
今度のテーマそれにしましょう。今度私の携帯をじゃあ川辺さんに見せながら生放送で改善をしていくっていう、はい、何個アプリ使ってんのってとこからちょっとやりましょう、うんうんうん、リアルに行きますか、はい、そのじゃあ結果報告も来週しましょう、はい、あ、それいいですね。ちょうど日曜日にイベントがあるので、はいはい、で来週の金曜日川辺さんにまた来ていただくんで、はい、どんな内容だったかっていうのをちょっと振り返りましょう、はい、で来週皆さんにはイベント内容も含めて、うん、でさらにお役で私が理解したもの、うん、今ちょっと理解してない部分もあるので、うん、その理解したものもご報告できればと思っておりますので、ぜひ来週ちょっと楽しみにしてください。はい、ということで、まずちょっとお知らせでございますが、ここでドコモさんからドコモ電気に関するお知らせ、皆さんドコモ電気チェックしているでしょうか。今月1回ご自宅のポストに入ってくる電気ご使用のお知らせ検針票ですね、ドコモショップに持っていくと D ポイントが100ポイントもらえる。検針票持っていくだけで100ポイントゲット、持っていくだけですよ、100ポイントゲット、嬉しいですよね。嬉しい。ぜひこの機会にドコモショップに行ってドコモ電気に関する相談してみてはいかがでしょうか。まあ、もちろん予約してから来店するとスムーズですので、ぜひご利用ください。ということでございまして、川辺さん、また来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。ドコモプレゼンツグッドポイントグッドライフ、来週もお楽しみに。はい、北海道の皆さん、ドコモ電気グリーンは CO2 排出量実質ゼロ、地球に優しい電気です。さらに D ポイントも貯まる、財布にも優しい電気です。この機会にぜひ出費の見直しを。北海道はドコモ電気。